第8位、アイダホ州の湖に住むレイクモンスター。こちらもリテラシーチェック実施させていただきます。こちらは unexplainedmysteries.com からピックアップした話題でございます。実はね、レイクモンスターも大好きなんですよ。本当にビッグフットの次に好きです。アイダホ州のペイエット湖には地元の人たちがシャーリーと呼ぶレイクモンスターが昔から住んでいるんだそうです。で、今回このシャーリーらしきものがビデオに撮影されて話題になりました。パッと見では大きな魚がバタ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 っていう風になってるような映像に見えるんですけれども、果たしてこれが本物のシャーリーなのか。はい、ここでリテラシーチェックをスタートさせていただきます。2連発解説を聞きながらチャット欄のアンケートにご回答をお願いいたします。シャーリーに関する文献っていうのは実は古くて1920年代から残されています。はい、ですね、見てくださいね。で、目撃談によればその姿はヘビとか恐竜を思わせる頭の部分で、こんな鎌首をたげるんだ、そういう感じなんだそうです。で、大きな顎とラクダのようなコブ、そして貝殻のように硬い皮膚が特徴的。うん、これって割とレイクモンスターに共通する特徴じゃないですか。まあ大体、まあ最大公約数的なところっていうところで、レイクモンスターとしての要件は満たしているというような生物だっていうことが言えると思います。はい、つい最近ペイエット湖を訪れた観光客がシャーリーらしき謎の生物を動画に撮影しました。これですね、動画を見る限りこれトリックとか作った映像っていうね、ちょっと見えません。考えられなくないけど、作り込んでるなっていうのはちょっとない。それどういう意味かというと、ちゃんとそこにいるものを映しているという意味です。で、現場にはそれなりの数の目撃者、ご覧の通りいます。うん、で、惜しいのは問題のシャーリーが、まあこれは望むべくもないんだけれども、それほどはっきり映っていないということですよね。で、水中に何かがいるってことは分かりますよね、これ見てれば。で、動画には湖の主的な大きなイトウって魚っているじゃないですか。ああいう大きな魚なんじゃないの、なんていうことなコメントでもあって、やってて逆に言えば、アメリカの湖でも湖の主っているんだななんて思ったりしています。で、地元にはシャーリーに特化したリサーチャーもいて、こちらは、概要欄にあるのかな、貼ったのかな、こちらがその想像図というか、こんなんいるんですみたいな感じですよね、ということなんですけれども、1944年、だいぶ前ですね、8月には目撃例が集中しているんだそうです。過去の統計あるから、何せ昔からやっているんで、20年代からやってるんで。で、これまでは写真も存在しなかったんだけども、そういう意味では今回のビデオ、これが史上初のビジュアルな資料ということになるのかもしれません。で、湖に一番近い町、マッコールっていうところあるんですけども、これもう全町民挙げてシャーリー推し、もうグイグイ推している。昔はね、スライミースリム、もうなんていうの、こうヌルヌルした細い動物みたいな、そういう五感と呼ばれていたんだけども、レイクモンスターを地元観光の目玉に持ってこようっていう勢いがあったんだそうです。で、響きが良くてキャッチーで愛らしい名前にしようっていう話が持ち上がって、1954年に、地元の商工会議所で投票、まあ、会議やったんですね、行ったところ、バージニア州在住の男性から寄せられたシャーリーというニックネームに決定しました。で、ちなみにトワイライトドラゴンっていうニックネームあったんだけども、これかっこいいけど長いですよね。トワイライトドラゴン、シャーリー、あ、シャーリーでしょうね、やっぱりね。ああみたいな、ネッシー、クッシーみたいな日、シャーリー、あ、当てはまりますね、ライブ的に、ということなんですけども、おそらくはシーサーペント、海蛇型のレイクモンスターっていうことなんだろうけれども、そもそもはネイティブアメリカの伝承が出どころというふうに思われています、地元では。で、1944年8月に集中した目撃談の内容を総合して現在のシャーリー像の基本が出来上がったっていうことなんだそうです。体長は9メートルから10メートル程度、まあそこそこでかいですよね、10メートルっていうと、普通のマンションの3階分ぐらい。1960年9月にも目撃例がまた第2波とかこう集中しました。集中した時期がありました。で、目の前で目撃したお医者さん、 G.A. テイラーさんっていう地元のお医者さんがいるんですけれども、このモーターボートが
上げるほどの功績、ボート、普通のエンジン付きのボートが上げるほどの功績、スクリュー回して、あれぐらいの勢いの功績ね、泳ぐ跡が水面に残っていたっていうふうに言うんです。で、北米大陸でのモンスター、レイクモンスターのスター級のモンスターっていうのは、まあいろいろいますよ、チャンプとか。いろいろいますけども、そこまで行くかなっていうのがあるんだけども、地元の推しは激しいです。これね、いざとなったら北米レイクモンスター総選挙なんていうのをやったら面白いんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。オーガナイズしようかな。うん。まあ、そういうことも考えています。はい、ここでリテラシーチェック受付を終了させていただきます。どんなお答えが来ているかな？あ、いただきました。あ、これはまた面白いですよ。下からいきます。本物と信じたいが 15%。わからないが 23%、 本物、あ、偽物だが 30%、 本物だが 30%、 上位2つが分かれております。ということで、本物っていうふうに言います。本物、僕は本物と思います。で、本物っていうことの意味は、さっきもちらっと言ってたように、湖の主的な大きな魚っていう説が一番正しいんじゃないかなって思うんですよね。で、群れでこう生息していて、その、子孫みたいなのが代々代々生き残っていて、人目につかないようになって、残ってんじゃないかなっていうような説が一番近いのかなと思いますけれども、これ何せやっぱり個体を捕まえるまでいかなくても、しっかりとしたバッチリ映った映像っていうのがなければ、もう湖の水面にこんな波立ってるとか、そういうのはもうちょっと証拠としては弱いので、できるだけ限りですね、できるだけ早く、本物のシャーリーのズバリな姿を撮影した映像が出てくることを期待しつつ、この項目を終わりたいと思います。以上、8位でございました。